神奈川県横須賀市、三浦半島のほぼ中央、東京湾近くの小さな湾に海上自衛隊の第二術科学校があります。ここでは海上自衛隊艦艇の心臓とも言うべき機関、電気、応急工作など並びに情報、技術、電算機及び外国語といった部門のエキスパートを養成しています。第二術科学校の中には海軍機関術参考資料室が設置されています。この歴史的資料が隊員の教育の場に、また機関術広報の面からも広く一般にも公開しています。海上自衛隊艦艇の心臓とも言うべき部門を担う彼らが艦艇の運航を支えていきます。